兵を連れて城内急襲とは手荒なやり方だな。雑記の口封じか総理。何のつもりだ三成。勧誘の血を継ぐ者がついに表舞台に立つのを見に来た。見物客なら手を出すな。もぬけの殻だな。敵にもこれくらいの知恵がなければ我が策はならぬ。私の襲撃を予測していた。これぐらいの備えはある。俺も生来見物する側ではない。お前と同じ部隊に上がらせてもらう。好きにするがいい。囲むとは派手な無理でさせれば。さて面白いことはどうするつもりだ。知れたこと。ラッキーを追い詰めるだけだ。このダッキ様の弟なんておばあさん、おしやすよ。何本から離れて北の地下門で味方が死亡されている。これを城内に引き入れれば有利に戦える。ならば俺は南の郊外に合流しておこう。じゃあまずはこれで遊んであげる。雑魚ばかりか。あなた。これだけの力だからね。私の前にひれ伏したわ。5分へ参る。お見事でございます。この人に夢が破られたという。なんかわからないだろ。まだまだこれだ。敵の兵糧ついで潰しておいた。いざ尋常に勝負。
我らも先行の一つも立てるとする。Yeah!